清水隆氏は、長野県諏訪郡、原村出身の彫刻家、武蔵野美術大学教授、文化功労者、原村名誉市民である。1915年、旧制諏訪中学を健康上の理由で中退。代用教員となる。若くして、画材を発揮、当初は画家を志していた。1917年、岡田三郎介と、 藤島武次が設立した本郷洋画研究所で学ぶ、傍ら、中村常に指示して、下落合のアトリエを頻繁に通い、風景や人物を重厚な色彩とタッチで描いていた。1919年、諏訪高等女学校教諭を務めた。二課天に入選。以後突出するまで毎回入選した。1921年、平野高等女学校。 スワサン氏学校教諭。1923年、絵画を学ぶためパリに渡る。サロンデ・チュイルリの展覧会で、オーギュストロダンの皇帝、アントワーヌ・ブールデルの作品と出会い感銘を受けた、ことによって、彫刻へ転校する。ブールデルに指示し、サロン・ドートンヌへ、絵画、彫刻を、出品、1927年まで、毎回入選。アルベルト・ジャコメッティ、 藤田つぐじ、いさむのぐ小山慶像らと交友を持った。1928年、帰国。1929年、帝国美術学校創設に参画し、西洋画家と彫刻家の助教授として、教弁を取る。1948年、武蔵野美術学校教授。1962年からは、彫刻家の主任教授を務め、1969年には、 武蔵野美術学園所大学園長に就任で教授を退任するまで現在の彫刻学科における美術教育の基礎を築いた。ブロンズ彫刻で陰天国画会の国展、春陽会展、サンパウロビエンナーレ国際現代美術展などに出品。1943年新聞店審査員。生命感にあふれるブロンズ像で高い評価を受けた。 戦後は日展に出品、日展審査員、1950年、日展運営会参事、1953年、芸術戦勝文部大臣賞受賞、1954年、青年像で、日本芸術委員賞、1958年、日展評議員、1965年、日本芸術委員会員、日展理事、君三党随法賞受賞、日展常務理事、 1971年、東京国立近代美術館表銀。1973年、日展古門。1980年には、文化功労者。同年に、油絵、彫刻を含め清水の作品を一堂に集めた、原村、八ヶ岳美術館がオープンする。翌年の1981年、正四位、君二等随褒賞を授与された。その年、 84歳で死去。日本を代表する彫刻家として近代彫刻の発展に貢献し、その生涯に残した作品群は地元地域、長野県内、全国各地で見られ、特に学校、公共施設等に多く展示されている。清水の名前の高氏は、高氏か,か、高次か,かについての議論があるが、原村立八家武美術館は、高氏としている。当初、 清水自身のサインやローマ字表記に、高氏と高氏の両方があったことにより混乱したが、外国の友人が高氏と呼んでいたことや、本人も個人的に気に入っていたと思われること、また彫刻家として知られるようになってからは、自ら高氏だけを使っていたことが分かったことにより、同美術館は高氏とした。ありがとうございます。